では、帝国となりましたので、ただいまよりビルシステムビジネスユニットの説明を開始させていただきます。説明者は執行役専務ビルシステムビジネスユニット CEO 佐藤宏でございます。じゃあ、佐藤さん、お願いいたします、えー。ビルシステムビジネスユニットの担当の佐藤でございます。よろしくお願い申し上げます。えー、それではあ、我々のビジネスユニットの経営戦略と事業戦略につきまして、この目次に従って、 ご説明をいたします。えー、っと、まずあの、はじめにですね、我々のビジネスユニットの事業構成からご説明します。えー、左側の円グラフの通りですね、2016年度、連結売上高が5858億でございますが、68%が、えー、製造販売、リニューアル事業、お、昇降機のですね、えー、そして残りの32%が昇降機のアフターメンテナンスとビル総合管理からなります、 ビビルサー課談、えー、はですね、我々のビジネスユニットの営業の位置づけでございまして、えー、顧客はあのほとんどすべての産業にありまして、えー、営業はですねこ、これらのお客様に、またここに書いてございませんが、設計会社に対してですね、日立のアカウント営業の役割を担っておりまして、えー、日立グループの製品をこれらのお客様に販売し、あるいは この販売する営業を支援しているという形になります。次にですね、この授業の2018中継での経営戦略をご説明します。まず、ビルシステムビルユニットのですね、基本方針は前回と変えておりません。経営戦略につきましては、過断に記載のように、まず成長のためのスマート経営改革、それからですね、経営資源のグローバル再配置、 によるですね、まあ経営の強化を図るためのグローバルトランスフォーメーション、そしてですね、イノベーションを図るために IoT や AI をベースにしたデジタルトランスフォーメーションと、この3つに分けてですね、修正あるいは追加してですね、進めております。えー、まずあのスマート経営改革ではですね、我々は商工期事業でグローバルポジショニングの改善を図ります。売上高の成長率を上げながら、同時に さらに利益率を伸ばして、右上のですね、グローバルトップ集団にですね、ポジションを改善していきます。グローバルトランスポーテーションでは、我々がカテゴリー化しております3つの市場に対して、3つの戦略を展開します。まず中国、日本のような成熟市場でございますけれども、トップシェアの獲得による事業規模の拡大と、それからリニューアル事業、サービス事業の拡充によって、 さらなる利益の積み上げを図ってまいります。また、真ん中のですね、アジア、インド、中東などの今後、需要拡大の,見,とあの見込めるですね、成長市場でございますけど、ここではですね、さらに積極的にフットプリントの拡大をですね、継続して、新設需求のシェアを伸長するとともに、このストックをベースとした保全事業の拡充を行ってまいります。 また、あの我々が未参入の右側の新規開拓市場でございますけれども、まずここはですね我々欧州から参入をして、次の中継で効果の刈り取りができるように、新拠点を拡大して事業基盤の構築を図ります。我々のグローバル戦略をあのカイつまんでご説明します。 まず基本はですね、日本からの政方振興と言っておりまして、これまではですね、中国に投資を集中してきました。201は中継ではですね、2016年から中国以外、RCEP 県中東などのですね、成長が見込まれる地域で一挙にですね、拠点展開を図っております。この地域ではですね、引き続き進出した国で、 第2拠点、第3拠点というのを設置しながらですね、フットフントをさらに拡大して事業を伸長させてまいります。また次期中継に向けたですね、グローバルトランスフォーメーションの一つは先ほど申し上げた欧州への参入になります。4月末にあの新聞発表しましたけれども、英国で買収した会社を軸としてですね、まず英国市場を開拓し、次に欧州市場、アフリカ市場といったところでですね、事業の拡大を進めます。 これらの経営戦略に基づく行政計画がこの表でございます。まずグラフで濃い棒グラフがですね、09年を100といたしました売上収益の推移。薄い方のグラフがですね、同様に営業利益の推移でございます、えっと。我々はまずあの、2012年度までは市場が急成長いたしました中国に、 集中的に投資をしてまいりまして、事業を拡大してきました。09年に対しまして、2015年にはですね、売上収益で176%、営業利益で239%と、いずれも大幅に業績を伸ばし、市場最高益をですね、出しました。また2015年からですね、さらに西へ向かってアジア、インド、中東へですね、フットプリントを拡大しておりました。同時にですね、国内では、 会社の方針に基づきまして、低収益事業からの撤退を進めてきます。えー、特にあの、このフットプリントの拡大は、2 0 1ア中継において継続しておりますので、えー、18年度にはですね、現地化ベースでは売上収益185%とー着実に事業を伸ばしていきます、えー。最上段の表はですね、各中継ごと え、営業利益を3年でですね、合計して表したものです。201は中継におきましては、3年トータルの営業利益額でも、過去最高益を更新をしてですね、さらにキャッシュをです、ね、生み出す計画であります。ただし、ご存知のとおりで、日本円の為替換算の影響が出そうでございまして、18年度は、円価ベースではですね、167%と、単年度では、 15年に対して95%という計画変更の見込みですが、えー、しっかり、あの、しかしですね、ここでしっかりと為替対策をとって、利益率は11%と、着実に上げていきたいと考えています。また、あの、この為替のですね、トップラインに及ぼす影響の対応策は、次ページでご説明します。そしてですね、えー、次の2021年の中継に向けては、M&A、新事業の創出、事業の多角化と、 ういった戦略を進めて、ですねさらに売上の規模、利益の拡大という成長を図っていきたいと考えています。さて、この2018中継の今申し上げた18年度単体でのですね業績計画の変更の内容ですけれども、昨年の IR 時点では、売上目標6500億円説明しておりましたが、現在予想される為替変動によって、270億ほどマイナスになります。 また事業ポートフォリオを見直してですね、人的警備事業とかですね、ビルの清掃事業、マンション管理など事業からですね、まあ、これ我々キーテクノロジーのですね、それほど必要のないノンコアな低収益事業という分類しておりまして、ここから撤退したことでですね、180億円ほどですね、売上がマイナスになります。 で、売上収益、これで6150億円になりますけれども、これに対して既存事業の拡大と新市場の進出によって、売上を50億円積み上げてですね、現状の見通しでは6200億円ということになります。営業利益も同様の理由で見通しが680億円となっていますけれども、為替対策をきちんと取りですね、収益性も改善させて利益率は11%で変更はございません。 また、業績に大きな影響を与えている感染変動の対策としては、エクスポージャーの最小化、それとですね、中国製品の輸出の拡大、そしてグローバル調達の拡大によってですね、この対策をしですね、継続推進していきたいというふうに考えています。えっと、ここからは、あの、事業戦略についてご説明します。これは、あの、我々の事業戦略を市場別、国別にまとめたものです。 詳細は10ページ以降でご説明しますが、成長に向けた新規開拓としては、まあ、英国市場に新規参入したこと、欧州市場の参入をですね、次に行いますが、これ以外にもですね、またまだ我々が進出しない国の進出の計画をですね、立てております。えっと、まず次は中国での事業戦略ですけれども、これは申請シェアの伸長とサービス業の拡大により、現地化ベースでは 年年度からです、ね、18年度にからけて売上規模7拡大をさせます新設事業については中国の需要低迷と、まあ、市場成長率の減速によってです、ね、2017年、18年と16年並みの需要が続くことを前提としておりますがこの環境下で、えー、成長戦略ということをまず第一はです、ね、新設事業のナンバーワンシェアの奪還でございます。えー、この実現に向けまして 主たる我々の受注対象であるハイエンド、そしてミドルレンジのです、ね、シェアアップを図ります。また、競争の激化に対応してです、ね、価格競争力のある製品を開発投入しつつありますので、さらなる受注の拡大を図ってまいります。また、RCEP 県への製品の輸出事業の 拡大も同時に今行っておりまして、えー、さらに受注台数を積み上げてですね、い、えー、きたいと思ってますし、それからあの我々のグローバルトランスフォーメーションの一つとしてですね、日本と中国のエスカレータ事業を今統合してますんで、この強化を図って、このまた国内販売でだ,だけではなくて、えー、輸出の拡大というのもしていきます。えー、次はあの中国市場での収益向上戦略ですけれども、 サービス事業、保全事業、ここでですね、まず保全員の、あの、保全の営業員のですね、えー、増員を行って、営業体制を強化する。そ,そしてですね、保全の契約率の向上を図ります。えー、ここで今、我々計画してます、優勝保全台数は16年度から18年度でですね、58%増,増加させるという計画を立っています。 え、まあ、さらに、え、隔滑管システムの強化、業務の共通化による作業効率の向上、それから、え、分野販売のですね、強化を合わせてですね、収益力のさらなる向上を図りたいと考えています。え、また、あの、すべての中国の工場で IoT を活用したスマート生産改革を進めておりまして、え、生産実績、設備の稼働実績データをですね、え、収集分析して生産効率の向上と、 コストの削減というのを実現しつつあります、えー。さらにですね、これからは中国全工場の生産の見える化、生産情報の一元化によってですね、えー、経営判断の迅速化、かかり、収益力をさらに高めたいと考えております。えっと、日本での事業戦略も中国と同様、新事業での、あの新設事業でのトップシェアの獲得でございます。 まず、標準型のエレベーター市場、またですね、これから非常に増えてきます、首都圏の大口案県の場でですね、いずれもトップシェアを取ろうということで、計画を進めています。新設市場の伸びがですね、その後期待できない日本でございますけれども、もう一つの成長戦略は、日本で需要が増加するリニューアル事業、 これの拡大でございます。我々のストックをいっぱい持っていますので、えー、リニューアルと新設を合わせて、事業規模の拡大が図れます。で、ここで収益力をさらに高めていきたいと考えています。また、あの、IoT を活用したエレベー,ターの遠隔監視など、最先端技術の研究開発も日本で行ってまいります、えー。次、成長市場のアジア、インド、中東の事業戦略ですけれども、我々は、 あこの市場の伸びを上回る受注の拡大というのを計画しております。えー、このためあの、昨年9月にですね、投入しましたコスト競争力のあるボリュームゾーン向けのグローバル機種をですね、拡散していくとともにですね、えー、今後も、まあ、この製品のラインナップを強化をしながら、新設市場でですね、シェアの拡大をしていきます。えー、また我々は未進出の地域に一挙にですね、ここに書いてございますとおり、新拠点を 一年間で設立してまいりました。これらの国々では継続的にですね、さらに第二拠点、第三拠点、トップイントの拡大を進めて、さらにですね、この下の段に書いてあります、ラオス、韓国、サウジアラビアをですね、今年拠点を新設して、受注台数を積み上げてまいります。このためにですね、この事業の拡大に同期した施工保全要員の充足が必要になりますので、この育成のためにですね、今年の1月にすでに え、あ、タイにですね、アジアトレーニングセンターというのを立ち上げてございますので、今後も、え、現地の施工、保全技術員の育成を充実させて、え、我々人たちの特色である品質の良さというのをきちんと確保していく所存でございます。 この地域の中で最も成長が見込まれるインドでございますけれども、まず、あの、ここの受注の拡大に向けて我々は2017年度に一級八都市全てに拠点を展開いたします。ここでインドでの販売サービス拠点の強化を図るとともにですね、現地企業とですね、提携を進めてまして、営業チャンネルをさらに増やして、主要の二級都市へも進出したいと考えております。 ただしですね、我々この市場で、日立は最高級という、まあ、お客様の評価を、イメージをですね、持っていただいてますんで、さらにこのブランドを強化するために、継続してですね、高級案件というのをきちんと受注しながら、プレゼンスの向上を進めていきたいと思っております。さらに、あの、この競争の激しい市場でのコスト競争力を強化するためにですね、来月から現地企業と協業して、 現地生産を開始いたします。えー、もちろん、その他にですね、えー、早い機会に我々のですね、えー、自社保有の工場をインドにをしたいというふうに考えています。えっと、以上が新設事業でございますけれど、リニューアル事業につきましてご説明します、えー。リニューアル事業はですね、現段階では事業規模はあまり大きくありませんが、 あ、ニマルエッ中継以降のですね、成長を牽引する柱の一つとなりますで。まずあの、今後需要の急増が見込まれています日本市場おがありますが、えー、同じくですね、需要の拡大が予想されています中国市場。これ数年経つと、えー、かなり需要が大きくなってまいります。えー、あとですね、リノジーシー比率が今、アジアでは非常に低いので、まだここもポテンシャルがありますので、ここにですね、日本が持っている豊富なノウハウを 活用してですね、ノウハウだけでも商品もですね、共通化して投入することで、各国で事業体制を強化しまして、このリニューアル事業をですね、拡大させる計画でございます。えっと、次は保全事業の戦略でございます。今までの,あのグローバルフットプリントの拡大に合わせて、保全ストックの積み上げを図って、事業規模をさらに拡大させていくのと並行してですね、 我々の最も強みである、キーテクノロジーである遠隔監視、保全システムの適用を、これグローバルに拡大してですね、業務効率の向上を図り、さらに収益力を上げる計画です。えー、また次期中継計画に向けた成長戦略の柱が、デジタルソリューション事業の創出でありまして、えー、まずその一つは我々自身の持っている小工機保全事業の IoT 化を進めます。えー、これにですね、えー、ルマーダを活用して、 さまざまなデータ解析を行い、保全の効率化、サービスの高度化を図って収益の拡大をですね、さらに進めてまいる予定です。えー あの、我々の事業の強みの一つはですね、えー、顧客ベースでございまして、えー、ここに書いて、えー、ああ先あの冒頭説明したようにあの、あらゆる産業にですね、我々のお客様は全業種にわたっておられるということと、我々、あの、継続契約をさせていただいているお客様が国内外でですね、常時10万社ございまして、えー、これがですね、我々の経営を安定させて、 まあ、事業変動を抑制させてくれるベースになっておりますが、えー、もう一つの強みはです、ね、これらの多様なお客様に対応するためにです、ね、グローバルに1500余りもです、ね、チャンネル事業所を有しておりましたここにです、ね、フィールドメンテナンスをやる非常に優秀なエンジニアを数千人抱えて、ここでフィジカルなです、ね、業務遂行能力を持っています。 ここはですねあの、365日24時間、彼らを支える遠隔監視センターというのもあって、ここも我々の強みでございます。えー、またもう一つの日立の強みは、キーテクノロジーでございまして、まあ、あの世界最高、最,あの最新のです、ね、技術開発力、これとですね、欧米勢に対して最も優位性のある遠隔監視システム技術だというふうに思っております。えー、そこで、我々はですね、近い将来、 これらの強みを生かしまして、我々の事業を進化させる計画でもあります、えー。従来から遠隔監視、遠隔保全を行っています、日立製の照合機や日立製の空調機のビル設備に加えてですね、我々あの、えー、サービスにですね、サービスロボット事業の監視制御を加えたりですね、それからあその他のですね、えー、ビル関連システムの製品のですね、監視保全を取り込んでですね、さ、え、ら、ー、にですね、今日立で進めようとしています、 コネクティッドホーム等もですね、ここに取り込んで、すべての施設、ビルの設備をですね、ワンストップでサービスできる体制に進化をさせていきます。えー、そして、これらの情報を共通プラットフォームにつなぐことでですね、ルマーダを活用して、総合的なサービス企業に生まれ変わってですね、さらに新しいデジタルソリューション事業を創始したいというふうに考えております。 また、あの、我々は、研究開発の強化によって、えー、キーテクノロジーを進化させて、事業を成長させるということも続けてきます。えー、昇降機につきましては、先日、ニュースリリースでも、あの、お知らせしましたけれども、中国で、世界最高速となるですね、分速1260メーターというのを達成いたしました。 えー、我々、日立はですね、今後も常に最先端技術開発に取り組み、世界最新のですね、技術を世界最高品質とともにですね、お客様に提供していきたいと思っております。えー、この、あのー、まあ、世界最新最高の技術はですね、我々全ての製品に共通化、展開してですね、全てのお客様に提供していきたいというふうに考えています。 え、過断でございますけど、またビルサービス事業におきましては、先ほどまず説明したですね、保全の IoT 化というのを進めていくわけでございますが、その他にですね、日立の研究部門でですね、開発の進め、あの、進んでおりますロボット技術、これをですね、応用して、新企業,あの新事業をですね、起業したいということで推進しております。現在、お客様との競争によって、 ロボットを活用した新サービスの、まあ、創出をすべく、羽田空港、それから東京駅、大型商業施設などでですね、お客様の協力をいただきながら実証実験を行っております。この新サービスに必要な機能の開発や検証を得てですね、この経験知見をもとに、まあ、早ければ2018年度から事業化をしたいというふうに考えています。それでは最後に行政計画についてご説明します。 まず、経営基盤の強化のためのコスト構造改革とキャッシュの創出についてですが、S&A 比率、グロスマージン CCC、各指標ともに16年度から18年度まで毎年改善させます。そのために低収益事業から撤退するなど、事業構造改革を進めてきましたけれども、さらにオペレーション効率の向上、原価低減の推進によってコスト構造改革を進め、低コスト構造を 実現してですね、営業利益を拡大し、キャッシュフォームを創出していきます。えっと、なお、あの、15年から16年のグロスマン人ンが悪化してますけど、この要因は、中国市場の需要低迷による販売価格の低下の影響です。えー ここで,ですね、グローバル調達拠点である中国での調達体制を強化しまして、減、えー、原価提言を推進しましたが、この初年度で、えー、ちょっとこういう結果になりましたえー、きちんとですね、201社中継でキャッチアップして、えー、リカバリーしていきたいと思っております。えー、最後、201社中継と次の中期計画の行政計画でございます。えー、2016年度の売上高は5,858億円、営業利益573億円、 営業利益あの利益率は9.8%でございました。2017年度の売上高は5,950億円、営業利益596億円、営業利益率は10%でございます。2018年最終年度の売上高は6,6200億営業利益680億円で営業利益率を11%確保いたします。現在 えー、次期中継に向けてですね、か、えー、この他二中継の中で、えー、M&A、えー、フットプリントの拡大を含めて、えー、また新事業の創出等でですね、高い目標に取り組む準備を進めておりまして、えー、これ二千バツバツ年度と書いてありますが、早いうちにやりたいんですが、あまあ、第一段階8000億。 え最終的にですね1兆円規模の事業体にしていきたいというふうに考えてございます以上でございますありがとうございましたそれではあの質疑応答に移らさせていただきます、えー、ご質問にお答えしますのは佐藤に加えましてビルシステムビジネスユニット COO 上田治同じくビルシステムビジネスユニットグローバル経営戦略統括本部長木村輝隆 同じくビルシステムビジネスユニット財務本部長原田博行でございます、えー、ご質問に際しましては係の者がマイクをお持ちいたしますので、えー、まずお名前と会社名をいただいてからご質問を頂戴したいと思いますご質問のある方いらっしゃいますでしょうかえー、とですねではあのまん廊下側の列の一番後ろになりますかねお願いします あのブルームバーグニュースの松田といいます、えっと、2つ教えてください、最初に一番最後にあった事業計画、できるだけ早い段階でとおっしゃったんですけど、2000年バツバツは、2020年代の早い段階というふうに考えていいんでしょうかというのが1つ目です。はいいで、あのーえー、できればです、ね、本当にあの早い段階で、えー 1>, 1兆円というのを狙っていきたいと思いますが、あの私あの、自動車事業を担当しておりましたときは、あそこはですね、オーガニックに皆さんにですね、1兆円にできますと申し上げたと思うんですが、ここはですね、やはりオーガニックだけでは1兆円にするのはなかなか大変だと思いますので、エレベーター事業の M&A、それから関連事業の、ね、M&A も、まあ 検討の対象になるというふうに考えて進めております。あとあの8ページのグローバル戦略の展開に関して改めて教えていただきたいんですけども、この韓国とラオスが星マークになってますけども、これは先ほどサウジアラビアは今年とおっしゃってましたが、あとのこの2つはいつ頃と考えればよろしいでしょうか。 えっと韓国もラオスも今年中に。えー、拠点を立てる計画でございます。ありがとうございます。かその他ございますでしょうか。では、廊下側の一番前の方お願いします。ありがとうございます。野村證券山崎です。えっと二点お願いしたいんですが。 1>, あの1点目はあの中国のビジネスであのマーケットを新設横ばいでまあシェアを上げていくというお話なんですけれどもあのまあ当然、主要なプレーヤー大手3社がま引き合ってまローカルプレイヤーも競争している中で競争が起きる場合にまどこまでそのハードウェアとしての収益性を維持できるのかでシェアを取るときにま大手3社の中で取りに行くのかあるいはローカルのところから取りに行くのか。 の考え方をもう少し詳しく教えていただけませんでしょうか、えー、2015年,年はですね、非常にまあ価格競争が激,激しくなりまして、マーケットのプライスも落ちました。で、えー、心配したほど、ただ需要が落ちておりませんで、えー、今、われわれが固く見積もって、 横ばいで推移すだろうということで、このところですね、あの価格の下落も少し止まってきております。ですから我々あのその中で実はあの非常な減価低減を行っておりまして、それでまあこの業績もですね計画通り、その中でも。 確保できるという自信を持っております、えー、またですね、あの3社の中で、我々もともと1位であったこともあるので、えー、もう一度1位を取り戻すことがですね、今、製品の開発とかいろいろ進めてますし、原価低減も非常にうまく進んでますので、えー、これで我々の、あと品質の良さというのが、中国でやっぱり3社の中では抜群に評価されてますので、えー、十分にナンバーに買い続けるというふうに思っております。 ありがとうございます、えっと。2点目なんですけれどもあのインドへの,その生産拠点のまあ検討ということであのその工場新設に対する考え方なんですけれどもどのぐらいの規模になればその現地で生産したほうがよくてあるいは少なければ先ほどの中国から輸出するほうが有利とかですね進、まあ、その,新設の考え方について、まあ、インドがあのまあもう 近い将来だとは思うんですけれども、それが終わった後次はどことかっていうその、えー、生産拠点に対する考えを現在は、ですねあのインド向けの製品はタイと中国からですね、まあ、あの適したものを出しておりますけれども、えー、考え方としては、あのインドの,のマーケット、非常に厳しいので、インドの中で作らなければです、ねあの、シェアが伸ばせませんので。 え今は、あの、現地メーカーと組んで、現地部品を増やしますけれども、本当に早い機会にですね、現地の工場を持ちたいと思っています。自前でですね、建ってるとすると、多分、3000台と言いたいところなんですが、2000台ぐらいでもペースル工場は立つんではないかというふうに考えてまして、そこまでに早くですね、受注を拡大するか、あるいは、すでにですね、もうーチベースのある 会社さんと組むなりですね、そういったものを買収するというようなやり方も考えられるというふうに思っています。ありがとうございます。その他ご質問ございますでしょうか。それでは真ん中の列の二列目二列目の方お願いできますか。 日本経済新聞社の松田と申します。えっ、ー、と、M&A について先ほどからまあ、言及が何度かあったので確認させていただきたいんですけども、あの、4月にテンプル社を買収されたときに、今後の M&A の方針として、まあ、ヨーロッパでも小粒なところを買って、さらにまあ、大きな100億円規模ぐらいの会社をヨーロッパで買いたいっていうようなお話があったんですけども、その、まあ、時間軸としましては、その21年度までに、 まあえー、ヨーロッパ、アフリカを伸ばしていくということだと思うので、えー、21年度までにやっていくと思うんですけど、例えば18年の計画、あの中継の間中にもやっていくような考えはあるんでしょうか、えー、イギリスにつきましては、ですね、えー、この計画の数字はこの計画に積んでいませんけれども、やはり早い機会で、えー、イギリスの事業は大きくしていきたいというふうに考えております。でイギリスに進出した理由も イギリスはあのグローバルメジャーのですね人達がこうあちこちの国でほとんどのまあ事業をエマンドして抑えているわけですがイギリスはのかなりまだマーケットが残っていまして我々にそういうチャンスがあるとそのチャンスを生かしていきたいというふうに考えていますヨーロッパについては EU とイギリスの関係がまだあのフラフラしてますのでそれをよく見ながら。 ああ二国間でできるんであれば英国を中心にまたやってきますし、えー、ダメのようであればあ大陸そのものにですね拠点を立てていって、えー、いずれにしてもおそちらからですねアフリカのマーケットを狙っていきたいというふうに考えていますわかりましたありがとうございますああとすみませんと先ほど売上目標のところで第一段階で八千億円に持っていきたいというふうなお考えがあったと思うんですけどもそれは次の二十一年度の中継ぐらいにはやれそうな いう風な計画を考えているんでしょうか。うん、はい、あの2021中継になると思うんですが、そこではですね、あの、うん、そのぐらいのところはあまあミニマムを狙っていきたいなというふうに考えています。わかりました。ありがとうございます。その他ご質問ございますでしょうか。うん、ではそちえ真ん中の前列の方お願いします。 証券の,の島田と申します1点目はです、ね、もう一回あの、中国の今、足元の市場環境ですね、まああのえっと、1回、まああの、価格下がって需要もちょっと伸び悩んでい時期あると思うんですけど、ど、まあ今後、あの今、ダウンサイドリスク等をです、ね、考えなくていいのかどうか、やっぱり重要な市場なので、もう一度、今一度その中国の今の状況と今後の見通しについて、まずあのご解説いただけませんでしょうか、これ、1点目です。 えっと、あの中国はですねあの各エレベーターにメーカーにとって非常に重要な市場なんですが多分たぶん我々が一番中国がですね重要な市場だと我々の事業構成からして思っていましてここであの絶対にですね勝ち残って成長するとたとえあの市場が横ばいでもですね、えー、きちんと成長していくという戦略を今、取っておりまして、えー、あと、まあ 多分ですね、えー、2019年ぐらいからは、あーマーケットがあもう一度ですね、戻ってくるだろうとで。人口ボーナスがありますので、えー、非常に住宅が必要なので、ここはですね、期待していますが、その前の,あの激戦の時にですね、きちんと我々今の手を打ってですね、勝ち残ることによって、さらに中国市場で飛躍をするというのが今の計画でございます。 人口が増えるんですか、中国あの人口が増えるのではないんですが、人口ボーナスていうのは、ね、人口ボーナスとい,いうのはおかしいですね、あのえー、住宅のです、ね、需要がまだ満たされておりませんので、そこがまだです、ね、かなりあの内陸部等で,です、ね、あの住宅が不足していまして、えー、そこには非常に期待できると思っています。 えー、それは人口ボーナスじゃないですね。あのあ<ー>住宅の需要がまだかなり強いということですね, 2> ういうですね。2点目がですね、ちょっと不勉強で恐縮なんですけれども、その今もちらっとおっしゃいましたけれどもあの、まあ、欧州に進出するっていう意味ですね、まあ、英国はまだ余地がある、大陸ですね。これ、なんか、まあ、今ちらっとおっしゃいましたけど、アフリカ、ロシアの拠点として使うんであれば分からんでもないんですけど、なんか、 もうコネとかいろいろいるじゃないですか。あんまり頑張らなくてもいいような気がするんですけど、この欧州進出の意味を。今一度ちょっと、あの、考えたら教えてください。これ二点目です。えっと、あの、まあ、日立はレベッタの八十年の歴史があるんですが、欧州に一度も行かなかった。今おっしゃる通りで、強敵がいるところで、戦うより。伸ばすところを伸ばそうということでやってきたわけです。で、中国で、まあ、大成功したわけですけれども、えー。それだけではなくて、やはり。 あの、欧州市場というのは大きいのでですね、うんえ、そこで活動しないという点はですね、やはり成長という意味では不利ではないかと思いますし、もう一つですね、我々のコンペティターはあの欧州、それからアメリカで、えー、自社製品以外の保守をしておりまして、えー、我々これのノウハウがないもんですから、そこの分のお、まあ、成長というのもお見込めないわけです。で 英国に今進出して、そういったノウハウも手に入りますので、それをもとに、欧州市場をですね、特に保全市場、そして新設市場というのを開拓できると思っていますし、それから欧州の中はですね、私は昔から思っているんですけど、東方というのはまだロシアの前に、イマジンシーマーケットのポテンシャルのある一つだというふうに考えていますし、ロシアも今は本当にあの、景気悪いんですが、 あエレベーターとしては需要が非常に期待される地域なので、やはり欧州、えー、を拠点にしてですね、ロシアに行きたいというふうに考えています。だからアフリカはやっぱりもうすでにあの成長を始めた国がいくつかありますので、えー、ヨーロッパを拠点にしてですね、まあ、最終的にはアフリカに拠点を作らなきゃいけないと思いますがあ、そういったことで非常に期待できるマーケットだろうというふうに考えています。あの 北下にしては珍しくてすごい上がる市場なんですけどあの、えっと、そうするとそのリソースの分散というのはちょっと心配になるんですけどそこら辺の,そのリスクマネジメントってのは今、どんな感じにされているんでしょうかあのそういう意味ではです、ねまあ、我々、西方進行といってずっとラインでつないで、えー、自分たちのリソースが分散しないようにまた隣のリソースを利用できるようにずっと展開してきました。 今、あの、インドの次はですね、昭ア時代、トルコ、イランというところを狙っていますで。こことヨーロッパをつなぐことでですね、リソースの分散を防いでですね、お互いに助け合いながらこう連携できるようなネットワークにしていきたいというのが最終的な計画です。であの最後の質問があの MA の話出ましたけども、国内ってなんか死にそうな会社があるんですけれども、その辺を狙うっていうのは考え方としてあるんでしょうか あのもちろんあの一緒に仕事をしたいという会社は一切拒むつもりはありませんので私のマンションもそこのエレベーターなんですけどそこなくなると御社かなんかサービスしてくれて困るなと思ってるんですけどそうですね考え方としてはエレベーターは日本の運営の一つなのでですねやはりあの えー、外国の会社になったりしては欲しくないと思いますが、すね、こういにかかわれるとめんどくさいですよね。はい。ただあのうん今の会社さんはですね、えー、エレベーター事業を中心に会社をもう一度再生するとお言っておられますので、えー、その辺のこともですねよく見ながら分かりました。よく分かりました。ありがとうございました。でしょうか。最後にじゃあ一問だけじゃあ,あのまあ廊下側の二列目の方お願いします。 UBS の安井と申しますあの私もあの中国市場に関して質問なんですけれどもあのエレベーター市場って大体中国が半分ぐらいと認識しててですねで人口分布からするとですね中国で1 2 3億なので、まあ、全体の世界中の20%しかないとこがエレベーターで50を占めるってちょっと異常っていうかですねあのかなり 確率の時にちょっとこれ以上拡大するのかって思っちゃってですね。で、えっ、ー、と、そこに対してですね、今まさにこうちょっとこの1、2年で市場成長が止まっちゃっててですね、中国経済がプラス成長続いてると思うので、この GDP が伸びてるのにエレベーター市場が止まっちゃった原因がですね、ちょっと私ちょっと不勉強で分かってなくてですね、そこが本当に2019年以降成長するのかどうか、で、その理由は何かというのをちょっと教えていただければと思います。 あのまずあの中国がエレベーターを、まあ、需要がありすぎなんじゃないかというお話ですけれどもやはり人口だけではなくてエレベーターも車もそうですけどもやっぱり所得が上がってくるということが一つの前提になっていると思います。でえー、所得が上が上って住、えーまあ、住宅ににむとで特に中国ははですねやはり あのー、マンションに住むという比率が非常に高い国でございました今後もです、ね、集合住宅を作って、国が供給していくことも含めてです、ね、あの住居の確保というのを政策的にやっていきますので、えー、そういう点でもともと需要は、まあ、高いんですけれども、これからもまだ伸びるというふうに考えています。 でそれは一つは先ほどの住宅がまだ不足している点とそれからあともう少しまだあの所得が上がっていくはずでございますのでその分の伸びしろがあるというふうに考えていますではあの2019年以降で、まあ、こう市場拡大が想定されているという,う点において何かこう政府案があるとかですねあの、まあ、何かきっかけみたいなものがあったらちょっと教えてください。 あの我々が期待していますのは中国の5カ年計画で、えー、今、あの5カ年計画が始まったわけですけれどもその中でまあ6%から8%ぐらいの成長を、えー、きちんと中国政府はしていくだろうと次元するだろうと思っていますでその出だしで今、えー、不動産のほのまの、あ、事業あの市場がです、ね、あまり良くないわけですけれども。お 中国政府が、まあ、不動産にあまりにも偏っていた今の修正というのはしているのでそれがまあ初年度、次年度に出てきていると思っていますが安定してくれば全体のバランスで,です、ね、また不動産もです、ね、よくなっていくというふうに考えていますよろししいでしょうかそれではです、ね、これをもちましてビルシステムビジネスユニットのセッションを終了させていただきます。あありりががととうううごござざいいままししたたども